先進技術実証機 X2、通称、新進でのテスト飛行完了後、IHI 社製の XF9 エンジンが、燃焼テスト時に、世界を驚愕させた数値を叩き出し、現在の日英共同開発計画が、着々と進められている。今回は、日英共同開発において、F3 戦闘機開発が加速するのか、詳しく見ていきましょう。2022年12月9日に、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、次期戦闘機共同開発協力について、グローバル戦闘航空プログラム、通称 GCAP に関する共同首脳声明を打ち出したことによって、2035年までに次期戦闘機を共同開発すると発表した。また、防衛省から発表された、防衛省と米国防省による共同発表において、日本とアメリカは、次期戦闘機の開発に協力体制を結ぶとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発などに関しても連携していくとの方針を明らかにした。日本がアメリカの手から離れて、次期戦闘機開発を進めていくことに関して、反発があるのではないかと見られていたが、これまで、自国が率先して行ってきた装備品開発を同盟国間で役割分担することで負担が軽減されるほか、独自で持っている最新の軍事技術や情報を提供する機会が減るため、中国やロシアなどに流出するリスクが少なくなるとして、今回の3カ国による次期戦闘機開発計画を支持している。この GCAP において、3カ国で主体となる企業は、機体関連においては、日本の三菱重工業者、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当し、エンジン開発部門は、日本が IHI 社、イギリスがロールス・ロイス社、イタリアがアビオ社。最後に、電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアは、レオナルド社が、各国国内で、それぞれ関連する企業の動きを統括していく。これまでに、イギリスは、イタリア、スウェーデンと共に、テンペスト計画を進めていたが、今回の GCAP にスウェーデンは、加わりません。この GCAP によって開発される次期戦闘機に関して言うと、日本の航空自衛隊では、F2 戦闘機の後継となり、イギリスとイタリアにおいては、ユーロファイターの後継機として位置づけられ、3カ国で、だいたい、300機の需要が見込まれている。さらに、日本は、将来的に、兵器の海外輸出解禁を視野に入れていて、イギリスやイタリアが持つ戦闘機の販路によって、製造、販売数が増加することによる、コストダウンへの期待が大きいほか、兵器を独自開発する技術力を得ることで、アメリカから、兵器を購入する際の価格交渉においても、優位に立てるかもしれません。また、日本の大半の装備品は、米国製であることから、もともとは、アメリカのロッキード・マーティン社を、技術支援先として、候補に選定していたが、これまで、アメリカ側が、戦闘機開発における、革新的技術をブラックボックス化して、日本の自由にはさせなかったという背景があり、日本独自の近代化改修はもとより、修理すらも勝手にできなかったのだが、今回、それらの革新的技術を秘匿しない方針であるイギリスとの共同開発によって、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットは非常に大きい。イギリスも日本と共同開発する大きなメリットがあるのは間違いなく、その理由として、ヨーロッパで、FACS との主導権争いにおいて、シェアの拡大を企むイギリスは、アジアでも日本を取り込み、その販路を少しでも拡大したいとの思いがあったほか、ロールス・ロイス社が担当する、テンペストのエンジン開発が遅れていたことも挙げられる。ロールス・ロイス社といえば、高級自動車で有名なメーカーだが、ユーロスター・タイフーンのエンジンである、
ユーロジェット EJ200 を開発したほか、様々な航空機用エンジンを開発しており、エンジン開発部門においては、定評を受けている。しかし、テンペスト計画では、機体に搭載されるコンパクトにして、大出力のエンジン開発に苦戦しており、当初の段階では、2035年に運用開始とされていたが、2022年中に、試作機どころか試作エンジンが完成したとの情報もなく、明らかに計画の進捗が遅れていた。テンペスト計画におけるエンジン性能に関しては、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上とされ、タービンの入り口における温度は2000度以上にもなるため、タービンには高温耐性を持たせなければなりません。その他テンペスト搭載用エンジンには、ユーロファイタータイフーンに搭載されている EJ200 エンジンの10倍以上に相当する発電能力を有し、最新のレーダーやセンサー類のアビオニクスが必要とする膨大な電力を賄うことも要求されていた。2021年12月22日に、ロールス・ロイス社は、日本との次期戦闘機用エンジン開発と、実証機の共同開発を進めることを発表しており、この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に、重要な一歩を示したものであり、このことによって、将来的には、両国で、多数の雇用を発生させる可能性があると述べ、日英それぞれにおいて、メリットがあると、強調している。ロールス・ロイス社は、このエンジン実証機の共同開発を2022年4月から開始する予定で、イギリス政府は本計画における設計などに対して3000万ポンド約45億円を初期投資すると説明した上で、実証機の製作コストは2億ポンド約304億円を拠出する計画であった。一方、日本政府でも2022年度予算案において、次期戦闘機開発費として858億円を計上し、日英共同による次期戦闘機開発がいよいよ本格始動すると期待されている。日本の次期戦闘機開発のエンジンに関して、これまでに IHI 社がプロトタイプエンジンとなる XF9 を製作しており、2018年6月には、防衛装備庁に納入後、2020年7月まで性能確認試験が実施されて、良好な成績を収めていた。この XF9 は、F-15 イーグルに搭載されているプラットニー&ホイットニー製の F-110 エンジンと同等サイズのアフターバーナー付き低バイパス非ターボファンエンジンで、かつ、タービン入り口温度は1800度以上に達し、推力は11トン。アフターバーナー使用時には、最大で15トンを発揮する高性能なエンジンであるが、防衛省では、さらなる小型化と高出力を得るためのハイパワースリム化コンセプトを掲げている。次期、戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機を超えるステルス性を持つ第6世代としての性能を要求されているが、通常ステルス戦闘機は敵レーダー並みの反射を防ぐため、ミサイルなどの兵装は翼下のハードポイントに吊り下げることができず、そのすべてが機体のウェポンウェイに搭載された結果、どうしても機体が大型化してしまうのだ。しかし次期戦闘機では大推力を得るために、双発エンジンを持つ戦闘機として設計されているため、小型化は難しいとされ、2020年の国会質疑において、当時の河野太郎防衛大臣が、防衛省が開発中の次期戦闘機は、F-35 よりも多くのミサイルを搭載すると発言しており、それらを収納するウェポンウェイの容量が必要となるため、超大型戦闘機になるのではないかと予想されている。これを実現するためにも、XF9 を
さらにコンパクトかつハイパワーに成長させる必要があり、このことが、テンペスト2、搭載予定のエンジンのコンセプトと合致したため、今回の共同開発の話が持ち上がったのでしょう。防衛省では、航空自衛隊が現在運用している F-15 の次の主力戦闘機として、米国ロッキード・マーティン社製の F-3 護衛、ライトニングに105機及び、その垂直、短距離離着陸型となる F-35B を42機導入する計画を進めているが、中国やロシアにおいても、各々で、第5世代ステルス戦闘機の開発が進み、着々と、実戦部隊への配備数が増加しているため、それらを性能で凌駕する第6世代戦闘機の必要性が高まっている。